こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいです。大相撲の長い歴史において、いくつもの偉大な記録を保持している宮城の親方もと横綱白鵬、現役時代の優勝回数は歴代最多の45回を数え、引退後の解説などでも人気を博してきた一面もあります。 ただ、弟子の暴力問題で師匠剥奪となり、部屋も解体されるという話です。ただ、その人気ぶりは今も衰え知らずです。それゆえ、相撲協会内でも、対応に苦慮する現実があるようです。また、弟子の暴力事件とは、別件でトラブルが発生し、協会やマスコミに、宮城の親方に関する告発文が届いています。そこで今回は宮城の親方の部屋の無期限閉鎖。 大島部屋からの拒否、再就職先、暴行告発についてご紹介します。現在大阪で開催中の春場所の先週落後に、宮城野部屋が閉鎖されるのが濃厚です。宮城野部屋は幕内最多の45回の優勝を誇り、通算最多の1093勝の元横綱白鵬元宮城の親方が親方を務めています。 宮城の親方が親方の地位を失ってしまったきっかけは、宮城の部屋の所属力士による、後輩力士への暴力行為でした。幕打ちの北西方が後輩に対し、おととし7月から昨年12月にかけて、顔面への平手打ちや突き飛ばし、放器の柄で叩くなどの暴行を行っていました。エスカレートしていき後岸を平手打ちしたり、財布に瞬間接着剤をつけて損壊させたり、 殺虫剤のスプレーに点火しバーナーのようにして、炎を体に近づけるなど、目を疑うような悪質ないじめが横行していました。今年に入って、暴行を受けた力士の、それでは早速参りましょう。ユーザー GS3TH7ml9F、トラブルを裏で操るモンゴルダダッコ、聡明な力士は少ない、自分にとってやめても構わない力士を利用する。 万が一辞めても自分に痛手のない力士を選ぶ。ユーザー G156 風 7K。相撲と相撲レスリングは別物なんだから誰も相撲を知らないこんな奴とは仕事をしたくないだろう。力力7069。初日、2日目は自身の得意な手つきなしの取り口で2連勝しましたが、その後に審判部の親方たちから手つき不十分をもう注意され、 三日目から両手をついて相撲を取り三連敗。六日目にはまた初日同様に手をつかずに相撲を取り勝利しました。おそらくまた怒られて次の日はまた手をついて取りました。その時、初めて手つき相撲を勝利を収めましたが、足の親指を痛めました。親方の白鵬がそれまで守っていたのに白鵬鵬の手つき不十分にも他の親方が注意することも、 そこまで強くはなかったのでしょうが、今は守ってくれる人がいない白王法は急に自分の取り口に周りから注意されまくって、相撲に自信をなくしているかもしれませんし、やる気をなくしているかもしれません。ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう。初日、2日目は自身の得意な手つきなしの取り口で2連勝しましたが、 その後に審判部の親方たちから手つき不十分をもう注意され、三日目から両手をついて相撲を取り三連敗。六日目にはまた初日同様に手をつかずに相撲を取り勝利しました。おそらくまた怒られて次の日はまた手をついて取りました。その時、初めて手つき相撲を勝利を収めましたが、足の親指を痛めました。 親方の白鵬がそれまで守っていたのに白鵬方の手つき不十分にも他の親方が注意することも、そこまで強くはなかったのでしょうが、今は守ってくれる人がいない白鵬鵬は急に自分の取り口に周りから注意されまくって、相撲に自信をなくしているかもしれませんし、やる気をなくしているかもしれません。 仕切りに関しては過去に朝の若が時間直前に腕立て伏せみたいな仕切りをすることを吐く方が注意したことで、次の場所から朝の若の仕切りが変わりました。不思議なことに、それ以降の朝の若の勝利数が下がった印象があります。またこと勇気が時間前の仕切りでほっと大きな方向を上げることにも吐く方が注意。それ以降、こと勇気の方向はなくなりました。 そういう意味では白鵬の発言権は横綱時代からも絶大でした。その因果が弟子に向いているのかもしれません W。三本締めの時テレビを見ていたが、観客も参加し特におかしい状態ではなかった。相撲協会は通常の相撲のやり方とは違うと説明し注意すればよいのである。白鵬は白鵬杯など子供たちの相撲への普及に尽力している。 本来は相撲協会がやるべきことだ。相撲協会は白鵬がいろいろやるので、白鵬を貶めることばかりやっているが、間違いである。トラブルを裏で操るモンゴルダダッコ。聡明な力士は少ない。自分にとってやめても構わない力士を利用する。万が一やめても自分に痛手のない力士を選ぶ。 白鵬前の件でのトラブルは A 市議が特権意識でルールを守らなかったのが原因だから自業自得でしょう。白鵬はそのトラブルに関与してないし、今風当たりが強くなって叩かれているタイミングで告発文を関係各所にばらまくとかただのうさばらしでしかない。宮城の親方の処分云々とは別で、そんな人物が市議をやってるとか信じられないし人として最低だと思う。 白鵬行儀の悪い、一番気合い、あまりにも目に余る白鵬へのいじめのように見て取れる。確かに監督不行き届きだが他の親方の同じような事件の処遇はかなり緩やかなものでした。この市議の件も直接責任があるのか疑問です。白鵬いじめを見ていると横綱というもの自体廃止すべきだと思います。 20代からずっと大相撲に貢献してきた青年横綱に対してもっと暖かい目で見てあげてほしいです。横綱は負ければ引退です。一人横綱で大相撲を支えたこともファンはみんな知ってます。世論の目を無視して自分たちのエゴを押し通せば、必ずしっぺ返しが待っていることを忘れないでほしいものです。この市議の件も直接責任があるのか疑問です。 白鵬いじめを見ていると横綱というもの自体廃止すべきだと思います。20代からずっと大相撲に貢献してきた青年横綱に対してもっと暖かい目で見てあげてほしいです。横綱は負ければ引退です。一人横綱で大相撲を支えたこともファンはみんな知ってます。世論の目を無視して自分たちのエゴを押し通せば、必ずしっぺ返しが待っていることを忘れないでほしいものです。 一緒に公式ニュースに戻りましょう。関係者が協会に訴えたことで発覚。協会のコンプライアンス委員会は、後輩力士たちが痛がる反応を見て、面白がっていたとも認められ、卑劣極まりないと急断し、今年2月22日、北西方は、引退届を提出しました。モンゴル出身の北西方は、身長204センチメートルの恵まれた体育を生かした取り組みで、 将来を職望されていました。ただ、強ければ何をしても許される、という時代ではありません。相撲界が暴力問題を可愛がりとして、黙認してきたのはもう過去のことです。北西法への処罰は当然のことでしょう。親方である宮城の親方は当然、親方である宮城の親方は当然、監督責任を問われました。師匠としていじめを防がなかったことはもちろん、 暴行の事実を把握したタイミングで、教会側に報告しなかったことなどが問題視されました。宮城野部屋は、従来の親方家族と弟子たちが、部屋で同居するという慣習に従わず、別々に暮らしていたこともあり、そういった環境が暴力行為を助長したとされています。最終的に宮城の親方には、3ヶ月の報酬減額に加えて、解雇、 退職勧告の次に重い処分である、二階級降格が課されました。北西方、宮城の親方までに止まらず、部屋の存続もないと言われています。場所前に一門は4月以降の宮城の部屋について、遺跡先などの処遇案を執行部に提出したようですが、それは突き返されました。場所前の一門の話し合いでは、別の親方が部屋を継承する案も出ましたが、 日本相撲協会側から厳罰の意向が示されており、部屋の消滅は避けられない状況です。さらに宮城野部屋の複数の力士は引退することをほのめかしています。宮城野親方のもとで修行が積めないなら、相撲界にいる意味はないということのようです。八角理事長元横綱北東海執行部は部屋を閉鎖させる意向のようですが、親方や力士の移籍先など、 最終的な結論は場所後に出ることになるでしょう。そうした中、関係者の注目を集めるのが、場所直前に相撲協会に送られたとされる、宮城の親方に関する告発文です。3月4日付で八角理事長、コンプライアンス部長の花籠親方元関脇弘久山、コンプライアンス委員会に送られたようです。その内容は2022年秋。 宮城の親方が携わる白鳳マイムの収穫イベントで、英式が白鳳の取り巻きである販売会社の支援者 B 氏から暴行を受け、その後、呼び出しを受けて脅迫されたというものでした。白鳳米は2009年に横綱時代の白鳳が、北海道滝川市と協力して、母国モンゴルでの稲作普及を目指すというプロジェクトで始まったものです。 プロジェクトは2019年で終了し、引退後の2022年に販売会社を通じて、南魚沼市の農家と提携し、白鳳米と名付けたコシヒカリの販売を始めました。高品質なお米のオンライン販売で、品質は間違いのない特営地区特別栽培米、ただ 5kg6200 円という値段で、定期便4回で24,800円。 抽選で親方のサイン色紙がつくものの、通常より25割は高いです。いくら品質が良くても、これほど高額だと買うのに勇気がいりますね。それでも売上は上々のようです。宮城の親方が田植えや、借り入れをする写真で PR され、2022年12月には南魚沼市のふるさと納税返礼品にもなり、同年度は完売だったそうです。 こうしたビジネスも含めての豊富な資金力で、協会内の勢力を拡大してきた矢先、事件は起きました。事件は2022年10月9日、南魚沼市旅館の駐車場で開かれた、白鳳米の試食会イベントで起きました。A 市議の告発状では、イベントが終わる間際に突然、白鳳米の販売会社の B 市が、突然殴りかかってきたそうです。 トラブルの現場にいた複数の目撃者の証言によれば、原因は宮城の親方との写真撮影にあったとのことです。宮城の親方は笑顔で記念撮影に応じていたものの、会場内に個人的な写真やサインは NG の張り紙があったのに、A 主義が自分の招待者にサービスで撮らせ、スタッフと揉めたということです。A 主義は宮城の親方サイドの B という男に、 ヘッドロックされ、軟禁されたそうです。A 市議の周りの人は、警察に相談した方がいいと話していたそうですが、関脇高遠力が3月6日に、自身の YouTube に、この1件の告発文の内容を投稿しました。その後、告発者の A 市議から、削除依頼があったとして動画を消しましたが、場所直前ということもあって、各界関係者の注目を集めていました。 告発状を出した A 市議は代理人の弁護士を通して現時点では取材には応じられないとするのみでした。イベントの様子を綴った地元市では宮城の親方のみんなが喜んだ顔で嬉しかったとのコメントが報じられていましたがその裏で事件にもなりかねないトラブルがあったわけです。もう相撲界での居場所はないとされている宮城の親方。 宮城の親方は現役時代に3度、教会から処分を受けています。2019年の春場所で優勝した際、土俵脇で行われた優勝力士のインタビューで、3本締めの温度をとって観客を煽りました。通常、観客を煽るといったことは NG とされています。土俵上の礼儀、作法を書くなど、相撲道の伝統と秩序を損なう行為として、 検本処分を受けました。引退後には、教会の規則や相撲の習わし、しきたりを守るといった内容の制約書に署名して、親方になるのを認められたといういきつもあります。わざわざ契約書に署名するほど素行が悪かったためんが8人ほど駆け寄って、サインや記念写真を求めました。宮城の親方は断ることなくザインを書き、ファンとツーショット写真撮影に応じ、 その後に迎えの車に乗り込んで帰路に着きました。一緒に出てきた音羽さん親方元横綱閣流は、近くのコインパーキングに止めた車まで歩いて向かいましたが、ファンに取り囲まれることはありませんでした。事情はどうあれ、現役時代からずっと宮城の親方の人気は高いです。ネット上では大阪の相撲ファンが立ち上げた宮城の部屋の閉鎖に、 反対するオンライン署名も展開されています。今も宮城の親方に高い人気がある以上、部屋をバラバラに解体するなど露骨なことをやると、教会が責められることになりかねません。の、スター不足の角界だからこそ、教会が嫌がらせをして、大人気の宮城の親方を退職に追い込んだ、という形にはしたくないでしょう。春場所会場でサインを求めて、 駆け寄るファンたちがいるという現実も、今回の騒動の終着点を見失っている要因なのかもしれません。いかがでしたか弟子の暴行事件から一気にその地位が剥奪されそうな宮城の親方。教会側は宮城野部屋はまとめて他の部屋へ移籍させたいようですが、弟子たちは宮城の親方の指導を受けたい。できないなら引退も視野に入れているとのことです。 一方、現状、どの部屋からも受け入れてもらえない宮城の親方は、自力で交渉する道しか残っていないようです。大島部屋への移籍は、モンゴル出身者が集まるのはいけないと、新天地として最適だった大島部屋からも拒否されました。引退する日も近いのかもしれません。それでもファンたちからの人気は高く、引退する前にサインをもらおうとし、 宮城の親方の人気が再熱しています。ネット上でも宮城部屋の閉鎖に反対するオンライン署名も展開されています。